若干腹立ってるんですよ。プライベートでもね、ちょっと喧嘩になりかけたという、そういうね、煽りの行為があるんですよ。しゃがんでくる。あ、やべ、ごめんなさい。まあ、女の子もスマブラするよね、ラハラハみたいな。あれこれだくっさくっさあの子、あらの、ほら、あらの、ちょっと時間ずらし。今日もよろしく、どうもナインス。さあ、今日もスマブラやっていきたいなと思うんですけど、僕ちょっとね、若干腹立ってるんですよ。はい。まあ、なんでかって言いますと、まあ、スマブラ結構僕のね、動画見てもらった人はね、わかると思うんですけど、煽り中がめちゃくちゃ多いんですよ。まあ、煽り中っていうのは、なんだ、キャラクターをこう、なんか、しゃがんだりして、お前なんか負けねえんだよ、ボケが、みたいな。ちなみに、それ俺のツルもね、クソやってくるからね、もう完全にね、プライベートでもね、ちょっと喧嘩になりかけたという、そういうね、煽りの行為があるんですよ。まあ、まだ見てない人はね、ぜひ、俺の動画見てほしいんだけど、そこで、俺、ショートでさ、煽り中がいたのに成敗しますみたいなね。まあ、そういった感じの動画を上げたわけよ。そしたらさ、まあ、その動画がさ、なんやろ、ゴーって言ってスタートしてからさ、速攻でさ、こうやってしゃがんでくんの。あ、やべえ。ごめんなさい、ごめんなさい。そう、しゃがんでくるんよ。で、それを、なんか俺がこんな煽りやんけっつって、まあ、成敗するというショートを上げたら、いやいや、それは挨拶やし、みたいな、そういうコメントあったんですよ。あ、なるほどね。最初の初手の挨拶なんだと。俺もね、その視聴者のコメントを見て思ったんですよ。おい、小賢しいな。そう。だけど、まあ、それをね、検証しようと思って、スマブラの方で、僕もね、初手でしゃがんで挨拶をしたら、なんか、相手もね、しゃがんだ声して、要はね、煽り合戦みたいなことをね、あぶくそくなったんですよ。で、コメントもね、いやいやいや、なおや、煽りやんとかね、なんかそれ煽りっぽいですね、みたいな感じのコメントもあって、これさ、正直どうなんですかと、俺正直聞きたいんよ。なんで、皆さん、話が長くなりましたが、コメント欄に、最初の挨拶で、しゃがみ行為するのは、煽りなのか、煽りではないかっていうコメントをね、まず多数決取りたいなと思いますので、ぜひ、コメントの方、よろしくお願いします。は？コントローラー反応しないんですけど。うんこなんですけど、コントローラーが。まあ、ということで、それでちょっとね、僕ね、もやもやしてるんですよ。あ、どっちが正しいんだろうなって、僕もね、平和に行きたいんですよ。平和にスマブラこうやってね、楽しくしたいんですよ。なのに、相手がね、煽ってきたりとか、ほんと、こう、オッケー。そう、楽しくスマブラってしようぜ、お前。オンラインでさ、レッドみたいなさ、レッドみたいなさ、楽しくしようぜ。ということで、2戦目、やっていきたいと思います。まあ、普通に俺、スマブラやるよ。うん。普通に楽しくね、スマブラやりたい。おいおいおい、小賢しいキャラ。おっと、なんか、でも女の子のキャラクターですね。久しぶりに君のキャラ見たい。ああ、ちょっとどうなっとんの、危ねえ。危ねえ、危ねえ。女の子のキャラか、そっか。まあ、女の子もスマブラするよね。なはなは、みたいな。そういうテンション感で。くそ！ヘルウィンドな。オッケー。そう。まあね、ちょっとね、優しく、女の子はね、いじめたいなと思い。おい、ごめんなさい。すいません。平和に行こうぜ。な。ミツバスター。平和に行こうぜ。な。平和で。よし、そう。くっそー。はいはい、出た。そういうね、小賢しい遠距離技を使ってくるキャラクターもいるわけですよ。スマブラにはね。まあ、楽しく、くよっそ待て、俺はこれをして。え、くそ。ドンキーコングで、ね、ちなみにね、こうやってね、ご利用しすれば、あれほんまに、あんね、おい、体、くっそ、今の、おい、今のはちょっと届いとったんちゃうんか、お前、は、おいと、で、ここ、あ、くっそ、ここ、あ、ヘルウィンだ、熱い戦い、おら、から、何？今、油断したな、お前のその油断が命取りなんだ。そうだろ、ドンキーコング、やれ、体、くっそ、俺のコンボ決まらんだ、えいえ、メガファイヤーね、おうわー、よいしょ、危ない危ない、くっそ、女の子なのにやるじゃねえか、あ、てめえよ、え、まさかお前男がプレイしてる、ネカマじゃねえよな、さすがに。
おい、どうなっとんねん、これ、お前。まさか男がプレイしてるんちゃうやろな。俺ちょっと女の子とね、あんまりね、話す機会ないので、ちょっとね、ワクワクしてるんですよ。発揮してね。うん、鬱陶しいな、こいつ。あ、見てめ。ワクワクしとるな。くっさ、こら、こら、絶対負けない、こら、からの、こら、今何かしたか、この俺にな、からの転がる、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 そして蹴っていく、あ、うとしよう、うとしよう、絶対行くよ、ミスマスター、ミスマスター、俺といい勝負しような、な、くっそ、本当にいい勝負、お前、ほんまにええ勝負やんけ、おかげ、かまへん、かまへん。おい、どうなっとんねん、お前。おい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 、おら、からの、これ、からの、おら、からの、ちょっと時間ずらしてこう、こう、こう、うますぎ、笑った。さあ、最後ね、ポンドさんのよろしく、おりゅうというやつに会いに行くということで、まあ、ビジューさんね、芝居ていこうかなと、なんならお前、ちょっとひき肉にしてあげたいなと思いますと、ほんと、こいつ、美味しく僕がいただいちゃおうかね。ネズミさんよ。まあでもさ、ほんとさ、あの冒頭でも俺喋ってたんだけど、あの、あーじゃあ、マジミス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 、冒頭でも喋ったんだけどさ、マジでスマブラさ、煽り師多いんやって。なんかさ、ほんと自分が有利になったぐらいからなんかしゃがみ出して、なーに、お前なんか興味ないんだおーみたいな、お前なんか敵じゃないんだおーみたいなさ、そういうね、わけわからん行為をしてくるわけよ。で、俺のツレもね、結構ね、煽りやってたんで、なんとなく気持ちわかるんですよ。あんなんね、自己満なんですよ、完全に。舐めやがった、ほんとに、お前。さあ、お前、で、プライベート、なんやろな、ゲームの世界ではあえて煽っとるくせに、仕事とか、そういうとこになると、なんもだんまり決め込んで、くっそったり腹出すなと思って。なんなん、この、ネズミお化け。ちょっと芝生が多いぞ、ほんと一回。おい、あ、まあ、まあ、もうお前なんか、あかん、もう、こいつ、俺の一歩二歩、一歩二歩、先を行く。なんでこのレベルの高い、あ、初めて会ったこのバケモンピチュー。なんだ今のは。そんな程度で俺に勝てると思っているのか、てめえ、あ、からのパンチからのパンチからの、これや、ラスト勝負行こうぜ、ピチュー。さあ、ここで、なあ、ちょっと、さ、やばい、ピチューちゃうの、やばい、あー、ピチュー、危ねえ、危ねえ、今、芯を取ら、今、芯を外したから、ま、し、危ねえ、なんだてめえ、やばい、やばい、138、やべえ、こう、わからない、おらん、くさ、逆転するな、あ、あ、あー、今日は多めに見といたるわ。